あ、大丈夫ですか。動画はダメなんですよ。すいません。動画は YouTube でアップするので確認してください。わかりました。すいません。はい。どんな具合か教えてください。あ、メモしてくれたんですね。昨日ちょっと友達がお世話になったみたいで。あ、本当ですか。メモっていった方がいいと言われて。30代初めでに取り押し始めてやって、はい、それから数え切れないほどやってます。あ、ぎっくり腰をね、毎年のように、はいはい、そして昨日も実はやりました。お、ちょっと軽いやつを、はい、窓をちょっと遠くの窓を開けようとして手をついて、はい、ちょっとその窓が重かった、重い窓なんですけど、それをちょっとやった時にちょっとグリッと、はい、グリッときた、はい、そしてですね、だいたいお尻の奥と、はい、この尾底骨の奥がだいたいいつもなんかこう、うん、違和感があるんですね、はい、痛みと違和感、はい、で、だいたいぎっくり腰をするのは右側、はい、はい、でですね、うんうん、右側の首が、はい、右の首痛くて、うんうん、だいたいシャケ、シャケ、あ、あの生まれながら、はいはいはい、それなんですけど、え、詰まっておって、ここの筋が出てるんですけど、うん、筋性シャケ、あ、本当だ、固まっちゃってんだね、はいはいはい、じゃどっちかというとこういう風に傾いちゃう、いつも。そうなんです。あ、なるほど。はい。で、このここの、ここから痛いんですね、うん、いつも。こう、あ、まあ、射形のせいですよね。はい。背中と肩と、うんうん、そして、うん、あと痛いのはどこだっけ？あ、右の肩甲。右の肩甲骨みたいの？背中全部、うん、右が全部痛いんだね。右が全部痛い、うん。そして右の腕。うん。右の腕はどうしたの？右の腕はヘバーデンで、ヘバーデンね、変形性関節症で、あ、どこの関節？あの第二関節は変形性の関節症と呼んで、うんうん、テニス肘です。うんうん、以上。夜中に痛くなって、うんうんうん、の夜は痛み止めを飲んで寝ます。なるほど。はい、痛み止め、ね、飲んでる。大変だ。昼間は飲んでないの？昼間は飲まないです、ね。オッケー。はい。あとですね、うんうん、あとなんだ。左の股関節が硬い、硬、うん、い、はい、うん、だからこうバランスが悪いです。なるほど。そして、うん、膝から、左は膝下が痛いです。あの血管なんですかね、静脈瘤、静脈瘤ね、はい、それでまあ痛いです。静脈瘤の痛み、はい、はい、です。以上かな、以上かな、はい、裏は、 あとですね、うん、あ、裏面なんかあるけど、裏面あります、ね、うん、あ、これはですね、うん、2年ぐらい前は、うん、その椅子に座るのがちょっときつくて、はい、あのリクライニングを、はい、ができなかったんです。だからもう前かがみ、いつも座ってる時 もうこうなって、運転する時も全部、うん、それはだいぶいいんですけど、やっぱりいつもこの尾底骨の裏とかお尻の奥の方が違和感があります。わ、うん、かりました、はい、お仕事いつも何してるんですか？はジムです。ジム、はい、立ちっぱなし立ちっぱなしのジムです。あら、わ、はい、かりました、はい、あ、いいですか、はい、すいません、はい、あとですね、もう今はいいんですけど、3日、ですね、去年、はい、あの水を飲み込むゴクンとした時に、はい、ここの首の後ろにちょっと激痛が走ることがあったんですけど、それは長くは続かなかったんですけど、なるほど、なるほど、はい、ちょっと痛い時がありました。わかりました。頸椎の問題かもしれないですね。はい、はいはい、じゃあ、お荷物置いていただいて、はい、まずね、背中から拝見します、はい。昨日はね、あのお友達ってどなた？あのですね、うん、バレリーナとドラ、あの、トラック運転手です。わかりました。背中今拝見してるんですが、はい、だいぶ左右差があるんですよ、はい、ね、なので、体をね、はい、右に倒すことは楽だと思うの。やってみて、はい、倒して上半身、そう、こっちは倒しやすい、もっと倒れない、そうそう、こうなんだけど、はい、反対側倒しにくくない？そう、まあまあ、どっちにしろ右も左も硬いね、はい、で左に、上半身左にひねってみて、そう、こっちはいけるけど反対側いきにくいんじゃないの？のことない？どう？よくわかんない。もう分かった、まあいいや、オッケー。でも背中から反射するとそういう風になってるね、はい、お辞儀してみて、お辞儀、スーッと、うん、無理なく無理なく、痛いんだよね、ぎっくり腰なんだよね、無理しないで、オッケー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 、痛い？いや、痛くはない。はい、オッケー、戻して、はい、大丈夫、はい、後ろ反ってみて、無理だ、あー、オッケーオッケーオッケー、はい、オッケーオッケー、はい、はい、ねじってみて、大丈夫、ねじって後ろはダメかな、後ろ、はい、オッケーオッケー、痛いね、はい、こっちこうして、はい、後ろ反ってみて、あー、痛いね、オッケー、動けないね、動けます、
動けるけど痛い、はい、怖い怖いね、はい、前がないから万歳してみて、これあれ痛いんです。これ50型もあります。50型、はい、まあ、まあ肩は分かんないけどね、はい、まあ、こんなに上がんないね、はい、これ腰痛くない、これは大丈夫、 OK、 戻して、はい、上だけ首だけ上向いて、これ痛くない、腰腰は大丈夫、大丈夫、もうちょっと上げてみて、腰に来ない、大丈夫です、大丈夫、 OK、 なんかコワコワだよね、 OK、 仰向けで寝てみて、お名前何さん、宮崎です、宮崎さん、はい、宮崎さんね、はい、力抜いて、あ、足首だいぶ力入ってんね、うん、これ見えるかな、親指の長さ、こっち長いでしょ、見える、はい、長いでしょ、なのでこれが痛いんじゃないかな、あ、どうしよう、大丈夫、はい、痛くない、はい、どうしよう、うん、こっち膝を曲げて通して、こんな感じ、痛くない、痛くない、はい、こっち硬い、倒れないね、はい、両膝曲げて、あ、怖いね、怖い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 、慎重に慎重にいきましょう、慎重に、はい、ね、でこれが痛いんじゃないかな、ね、痛いでしょ、こっちをほらどんだけ握っても痛くないでしょ、ね、これも痛いね、こっちは平気、はい、でお手でここにしてください、はい、はい、こうやってにして、はい、うん、痛い、こっち痛い、後ろが痛い、後ろが痛い、これ5時間だろうもね、はい、うん、これでもう上がんないね、はい、OK、こっからこう、こんな感じ、こんな感じ、 OK、すごいね。さあ、痛みを確認します。膝曲げて。これ痛いね、腰。怖いね。痛くないですけど、怖い。オッケー。ここから開くのはどう？大丈夫。こわ、こわごわだね。ぎっくり腰、昨日やったから。これは？大丈夫。これは？大丈夫。それとも怖そうだな。はい、膝曲げて。はい、お尻を動かしてみて。怖い？大丈夫、はい、下ろして、うん、そしてこれが怖いね、あ、嫌だね、はい、ここが痛い、え、どこ痛い、この後ろ、あ、ね、あのビデオスのとこね、これも痛いね、これも痛いね、大丈夫です、大丈夫、はい、大丈夫、どういうこと、平気、はい、こっちは大丈夫、あ、これでしょ、はい、ね、うん、だってあの硬さが抵抗あるもん、はい、こっち倒して、え、硬い、うん、まあ無理なくね、 OK、 さあ直していきますよ、はい、楽にして、はい、息を吸って、はい、吐いて、はい、OK、 はい、どう、大丈夫ね、大丈夫、怖くなくなった、はい、はい、こっちも行こう、はい、いいしょ、いいしょ、何、大丈夫、怖い、いや、大丈夫でしょ、ほら、うん、そしてこれで倒してみて、ほら倒れるじゃん、さっきより倒れたの分かる、分かります、分かるね、はい、両膝曲げて、はい、お尻を動かして、ん、痛い、いや、先生、いいでしょ、はい、学ばれます、はい、宮崎さん、どう、あ、大丈夫です、ほら、全然平気、はい、これでどう、これ痛い、はい、こっちは、はい、痛くない、はい、こっち、いいじゃない、はい、足を伸ばす、はい、お手でここ、はい、逆にして、うん、だいぶいいよ、宮崎さん、まあ、裏痛い、
左ね、OK、ここからこう、おお、だいぶ上がった、ちょっと上がったでしょ、はい、OK、うつ伏せもいこう、はい、息を吸って、はい、吐いて、OK、 はい、仰向けです。もうね、腰は痛くないと思うんだよね。いい？はい、向けます。どう？ね、痛くないでしょ？こっから開いても痛くないでしょ？ね、自信持って、はい、どう？いいでしょ？はい、両膝曲げて、はい、お尻を動かす、もっと上げて、おお、いいじゃない、痛い？痛くない、はい、下ろして、はい、丸まります、ほい、ほら、膝とおでこがついたら100点、100点、痛かった？痛くないでしょ、そう、なんか、あの、厳しい顔しないで、ね、怖いんだろうね、ね、ちょっとなんかドキドキ、ね、もう大丈夫だから、ほら、これはどう？痛くない、これは？もう直角ぐらいまで曲がってるよ、これもう、すごい、ね、こっち倒して、どう？反対、痛くないね、痛い？いや、痛くない、痛くないでしょ、さっき痛かったけど、さっき痛かった、ね、OK、 さあ、それで、今度はね、肩を見ていこうね、いいよ、うん、それで、あ、痛かったね、はい、ごめんね、はい、上がってない？待って待って、いいのいいのいいの、まずこっち曲げてみて、ほら、ね、だいぶ落ち着いてるじゃない、ほら、さっきこの辺だったから、うん、ね、痛いのはどこだった？この辺ね、オッケーオッケー、じゃあね、あっち向いてもらっていいよ、雷？はい、上げて、はい、動かす、動かす、ほら、もっと大きく、どう？上がります、上がるね、ちょっと上向きになってみよう、はい、あって、はい、はい、万歳、いいんじゃない、まあまあ、どう？違います、全然違う、違う、はあ、いつもここら辺でこの手でいつもこう押さえてもできなかったんですよ、うん、いつもこうやってやってたんですけど、うん、肩の痛みはないです、肩の痛みはない、あ、なんでなんで、今整体したでしょ宮崎さんの大ボケだな、もう大丈夫です、大丈夫そう、はい、よし、じゃあ両膝曲げてお尻上げてみて、ピーンと、素晴らしい、いいでしょ、ちょっとね、宮崎さん、こうして、こうして、はい、こうして、はい、お尻上げてみて、できるから、できる、はい、ほら、素晴らしい、どう？できたでしょ、もう痛くないね、膝曲げて、膝曲げて、はい、こっち倒す、ストーン、いいでしょ、どう？痛くない？立ってみて、あ、そうで立てるんだ、すごい、はい、立ってみて、どうですか？痛くない？よかったね、一つもう一つ、はい、はい、関節が、うん、下に、こうやって、こんな、こういうんです、うんうん、これはもう、うん、これですよね、これいつから硬いの？いや、もうずっと硬いです、もうずっとこんな感じな、子供の頃から、うーん、ちょっと待って、そう、こっち来て、仰向けになっていて、
それが悩みなの？そうです。悩みというか。悩みじゃないでしょ。悩みではないです。うん、喜んで。で、この時は柔らかい。ね、このまま起き上がってみて。いいよ。うん。どう？だいぶ下がったじゃん。ね、もうちょいか。全然違う。うん。もう一回じゃあ大きくなって。何十年の。もう何十年です。ずっと。歴史が。今。うん。いいよ。はい。こっち。うん。はい、起きてみて。どう？本当だ。さっきと全然違う。いいんじゃない？そしていいんじゃない？だいぶ降りたでしょ？これを続けてくれれば、あの痛みなくなると思います。サイン聞いてなると思います。うつ伏せ、うつ伏せて、なるべくこっち側で寝て。少しくらいだけやってください。はい、わかりました。はい、立っていて。はい、もう一回この手をぐるんぐるん回してみて。痛い方。痛い方。うん。すごい。おお。すごい。すごい。すごい。教育重症だったのに。すごい。だって最初こうだったもん。ね。こんなだったもん。なんかこうなる、こうなったよね、なんかね。いやー、よかった。ぐるぐる回りましたね。耳につきました。よかった。解決してよかったですね。もう一回やって、もう一回見せて。すごい、やったやった、よかったです。以上でございます。ありがとうございます。よかった。チャンネル登録お願いします。